神々仙人 TV のおやすみなさい、第40回お届けしていきたいと思います。よろしくお願いします。わー、40回、早い、すごい、びっくりします。なんか気づいたら40回まで来ちゃいましたよね。だってあと10回で50回ですよ。うわーって感じです。すごい、去年の7月からこの放送を始めて40回で、だからちょうど1年で、50回ね。今だから来月あとん、あ、来、あ、でもそっか、あと10回で40回だから8月に50回目を迎えるわけですね。もう1年とちょっとしたら50回目を迎える。うわー、もうなんか早いですね、日々の流れは。本当になんかこうやってね、番組をお届け、なんか40回までこうお届けできたことを本当に本当に感謝です。ありがとうございます、皆さん。イエーイ。はい、どうもこんばんは。帝国劇場でファーストキスがしたい、素敵な舞台女優を目指して修行中の音大生、彼氏なりき21年の吉村みなみがこの番組をお届けしていきます。どうぞよろしくお願いします。はい、今こちら小脇に抱えているぬいぐるみはですね、アシュマロくんです。いつもこう一人でお届けしている私の心の寂しさをアシュマロくんがいつも隣で埋めてくれてます。どうぞよろしくお願いします。もうレギュラーメンバーです。はい、この番組は、眠れない夜を過ごしている皆さんのために、寝る前のお時間、さらには寝た後のお時間も楽しい時間を、もうずっと時間って言ってますね今私、楽しいひとときをお届けしたいという目的の番組です。具体的にはですね、今こう24時半から始まって、こう私がこう喋ったり歌ったり食べたりして、そんな様子をですね皆さんとこう楽しくシェアして、で眠くなったら、なんとここがこの番組の面白いところ、ここで寝ちゃいます。私ここでパジャマに、あ、パジャマに着替えるのはここでは着替えないです。パジャマはあっちに行って着替えて、ここに戻ってきて、ここで寝て、さらにはその寝てる様子も放送しちゃうというね、もういつ、明日私が9時起きの予定なんですけども、それまでずっと放送してるっていうことで、皆さんがね、あ、眠れないな、まだやってるかなとか、朝の5時とか朝の4時に見ても、なんとやってるっていうね。だからもう、いつでもこの土曜の深夜は、もう私が皆さんを楽しませますので、そんな感じの番組です。よろしくお願いします。はい、そしてこの番組の目標、タカタン、仙人と一緒に寝る、じゃじゃん。このね、この説明をですね、いつも私しながらね、なんかややこしいなって思ってて、なんか分かりやすい言い方ないかなって思ったんですけど、まあ、特になかったんで、いつも通り説明します。はい、この仙人と一緒に寝る、はい、見えますか、これ見えますか、これどういう意味かと申しますとですね、まあ本当に仙人と一緒に寝るわけじゃなくて、あのこのね YouTube ライブはこの下のところにですね、こう何人が視聴中っていうのがリアルタイムで分かるようになってるんですね。まあ、ざっくり言うと、このその数字が1000になることを目指してるんです。で、なんでじゃあそれが1000人と一緒に寝るっていうことになるのかというと、まあ、さっき言ったようにね、この番組の中で私はこう寝るんですね。だからその寝るときに、この1000人の方に見守られながら、こう、かつ1000人の方々が多分2時とか3時なんで、こう、うとうとしてると思うんですよ。うとうとしてる状態で、こう、1000人の皆さんと同じ共有時間しながら、私、同じ時間を共有しながら、私がここで寝たら、もう、それは、なんか、大体、1000人の人と一緒に寝たっていうことになるんじゃないかっていうことで、え、彼氏が21年間いたことないのに、毎週1000人と寝てる女がいるらしいよみたいな感じの称号を目指して、頑張っています。どうぞよろしくお願いします。そうです、はい。でこちらお隣が、リアルタイムボード、リアルタイム本日の最高同時視聴者数が分かるボードです。これにですね、随時、現在の最高視聴者数を書き込んでいって、1000人にね、どれぐらい近づいているのか、どれぐらい、近づいているのか、同じこと今2回言いました。見ていきたいと思います。で、今ですね、9人が視聴中というわけで、はい、9と書き込みました。そうですね、9、んじゃあ15高視聴者は15人になったらいいなと思って頑張りたいと思います。
ぜひですね、皆さん、こう、下の方にある高評価ボタン、共有ボタンとかで拡散してくれたらとっても嬉しいです。よろしくお願いします。はい。そっと置く。はい。今日ですね、今日はですね、今夜も生でさだまさしを NHK でやっていて、住吉さんが出てらっしゃる。今日は宮城みたいですね。なので皆さん、テレビではね、生さだを見つつ、スマホで私を見る、そんな夜をぜひお過ごししていただけたらと思います。はい、それではですね、この番組ではいつも、番組の中で出血を取っております。今まで番組を見に来てくださった皆さんのお名前の名簿がありまして、そのね、こう名簿を、お名前を読み上げていくので、ぜひ、見らっしゃったら、はーいとチャット欄で大きく返事をしてください。なんでこんなことをするのかって、私がこう皆さんがいるなーって思うと嬉しいからです。で、初めましての方とかいらっしゃいましたら、ぜひですね、コメントの方にお気軽に、初めましてとか、あともしくはね、コメントで言うのちょっと恥ずかしいなーっていうのがあったら、こうメールもありますので、メールでも初めましてってちょっと個人的にでもね、挨拶してってくれたらとっても嬉しいです。はい、それではご順々いきたいと思います。M さん、アシュリーさん、アーチン、阿部さん、 MP さん、小沢純さん、おしゃぶんさん、おじさん、うっちーさん、うどんけん大好きさん、えりかちゃん、かまきりさん、かぜたにさん、川村さん、カンカンカンさん、キャンディスさん、クリームさん、コプタさん、カティスさん、シューリン、ジャスティンビーバーさん、カレンちゃん、水星石のマスターさん、きなこさん、ダマハゼさん、タムさん、トップガンさん、チャンミンさん、D さん、トシカズさん、トマトさん、トリさん、ナナミさん、ハチマルさん、ハマーさん、ヒカリさん、ビアさん、ヒデさん、フナドさん、ブルちゃん、イスミさん、マヤさん、マルコさん、ミッシェルピアさん、ミツさん、モヤさん、モチャモチャさん、モエミさん、リョウさん、ヒタミさん、ヒートさん、ヒミコさん、レラピーさん、ヤオーさん、ヤマシタさん、ユキさん、KY さん、コジュンさん、ツルさん、シオ、ミポテさん、ユウさん、というわけで、はい。ねえ。もう、ちょっとだんだんこの嬉しいことに名簿のお名前が増えてきたので、だいぶ、当社費では早口になってます。はい。というわけで、皆さん今日はどれくらいいらっしゃるかな？チャットの方もいろいろありがとうございます。嬉しい。あべさん、こんばんは。お久しぶりです。ありがとうございます。あ、かずたにさん、はーい、ありがとうございます。みつさん、はーい、こじゅんさん、はーい。あ、トップガンさん、ひー、は、新しいタイプのお返事ありがとうございます。はーいではなく、ひーですね。あ、そして、この最高同時視聴者数が今11になりました。嬉しい、ありがとうございます。ゾロ目ですね。なんかこう、ね、演技がいい感じがしますね、ゾロ目ってね。なんかわかんないけどね。なんかちょっと、おゾロ目だみたいな、なりません？私、こう、デジタル時計とか見てて、こう、1時11分とか見ると、おなんか得した気分って思います。でもなんか4時44分とか見ちゃうと、あ、なんか、あ、見てはいけないものを見てしまったみたいな気分になります。いやー、面白いですね、人間ってね。あちん、はーい、こんばんは。忙しいのにありがとうございます、皆さん。あ、ゆきさん、こんばんは、お疲れ様です。ゆきさんはですね、あのですね、先週ブログを紹介させていただいて、で、今、イギリスでお勉強されている方でですね、先週ブログを紹介した時に番組を見に来てくださって、ツイッターの方で DM もくださって、ご丁寧に、すごい素敵な方、そして今日もまさか見に来ていただけるとは嬉しいです。あの、てっきり、あの、また見に来ますってもちろん言ってくださったんですけど、こう、ほら、また見に来ますって結構、こう、社交辞令のパターン多いじゃないですか。本当に来てくれてとっても嬉しいです。ありがとうございます。皆さん、ゆきさんのね、あの、ブログにいろんなイギリスのこととかいろいろ綴られてるので、イギリスに興味ある方、ぜひぜひ見てみてください。ねえ。というわけで、ちょっとチャットの方も読んでいきたいと思います。あちんみちさん、こんばんは。もう1年もね、早い。みちさん、ありがとうございます。ありがとうございます。トップガンさん、おめでとう。ありがとうございます。こじゅんさん、こんばんはね。こじゅんさん、ちょっとこう、お久しぶりで、嬉しい。そうそうそうね、1ヶ月ぐらいぶりですかね。嬉しい。トップガンさん、どうもどうもどうも。
ミツさんがスロットで若干負けたと、まあ勝つ時もあれば負ける時もあると。ねえ、カズヤさん今日ゲストでいるのかと思ったら、そう、ちょっと帰りの車の時にお誘いしたんですけど、まあね、ちょっと今日朝が早かったんでね、まあもうちょっとあのお帰りね、お帰ってこうゆっくり休んでいただくということで、そう、ちょっと誘ったんです。カズヤさんよかったらちょっとこの後私の番組出ていきませんってやわりっと誘ったんですけど、残念ながら振られてしまいました。またいつか呼び込みたいと思います。そうなんです。今日ですね、そうそう、後でちょっと話そうかなって思ったんですけど、今日、山梨の方に、こう、風谷さんと、あの、事務所の先輩の風谷さんと一緒に行ってきて、そこで、写真連盟の、高校の、写真連盟さんの主催する高校生の写真部、向けのこう講習会があったんですね。でその講習会の、撮影モデルを、山梨に行って今日してきました。すごい、だからね、高校生たちがこう写真部の高校生たちがですね、こうカメラ構えてこう、まあ、先生たちとかこういろんな、なんかこうカメラの、会社の方とかいらっしゃ、カメラの機械のなんていうストロボとかの会社の方とか照明の方とかがいらっしゃって、その方たちがこう、こういうシチュエーションの時はこういう風に撮ったらいいんだよとか、こういう風になっちゃう時はこうしたらいいんだよみたいなのをこう指導しながら、こうその高校生の生徒さんたちがパシャパシャパシャと写真を撮っていくんですけど、すごい、あんなたくさんのこう、私がこういう風に立ってて、ここにね、高校生がいっぱいいて、こうパシャ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 って撮ってくれるんですけど、あんなに一回にいろんな方に撮っていただいたことがなかったので、最初はちょっとこうレンズがいっぱいあるんですよ。一個だったらそれ見ればいいって思うんですけど、こうもう10個ぐらいからどこ見たらいいか分かんなくて、ってよく分かんない、めっちゃ慌ただしくなっちゃってました。だんだんでもこう、要領がつかめてきて、最初すごい緊張してたんですけど、最終的にはすごい楽しかったです。あの、普段こう写真を撮影されるっていうことにあんまり慣れていないんですので、って思ってたんですけど、なんかほんと写真撮るね、その写真部の子たちなんで、みんな写真が大好きで、すごいこう写真みんなすごく真剣に撮ってて、ああこの子たち写真が大好きなんだなっていうのが伝わってきて、なんかそれを感じて私もやっぱこういい表情とかいいポーズとかしたいなって思うようになったし、思ったし、なんかそのすごいいい写真が撮れたって喜んでるのを見てたりするとすごく楽しくなって、ああなんかこういう撮影のお仕事とか写真の撮影のお仕事とかも機会があったらいっぱいやれたらいいなって思いました。だから私もすごいなんか新しい体験をさせてもらって、梶谷さんと、その山梨の写真部の皆さんに感謝感謝という感じですね。すごいなんか高校生フレッシュでした。フレッシュっていうか、なんだろう、あのこうもうまっすぐな感じすごく素敵だった。私もなんかあのまっすぐな感じ忘れないで頑張っていきたいと思いました。なんかやっぱその気持ちって大事だなって思って、うん、そうそう。でもね、今日そうなんですよ。だからね、今日山梨に行ってきたんですけど、だから朝が5時半起きだったんですね。で昨日が私バイトで、この5月から始めたバイトでこう寝たのがこう2時過ぎとかだったんですよ。だからちょっと今日睡眠時間が足りてない問題が若干あるんですね。今は大丈夫なんですけど、これちょっと2時とか3時とかになってくると、私大丈夫かなっていう、あの、自分に対する不満は若干あるので、今日は若干の巻き目でいきます。40回だけど、記念すべき40回だけど、記念すべき40回だからこそ、これちょっと3時ぐらいになって自分が死にそうになってるのは嫌なので、こう、サクサクサクポーンっていきたいと思います。イエー、はい。はい、というわけで、そうなんです。そうですよね。梶谷さんもちょっと眠そうでしたよね。いや、私も眠かったんです。大丈夫です。あの、こうね、あの、車で山梨まで行って、それで、また山梨から車で、あの、送っていただいたんですけど、あの、こう、梶谷さんとね、お話とかするんですけど、多分あんまり二人とも頭回ってなくて、すごい、会話が、ふわ、ふわ、ふわ、みたいな感じだった気がします。私もあんまり覚えてないけど。いや、覚えてるんです。会話内容は覚えてるんですけど、もちろん。なんかどういう感じだったのかみたいな。
あんまり覚えてないですけど、多分あんまり頭回ってなかったなって、二人とも眠かったなって思います。うん、それそうですよ、早かったもん、朝早かったしね。でも山梨でほうとうとか食べて、あとなんかその山梨県庁で写真を撮影したんですけど、その近くにあったタイ料理屋さんにお昼ご飯行ったんですけど、美味しかった。そこのタイ料理屋さんが美味しかったんですよ。なんかこうサフランライスみたいなやつにレモンが刺さってて、うわーってびっくりしたんですけど、意外とこのレモンかけて食べてみるとね、爽やかで美味しかったっていう。あれ近所に欲しいねってカズサイさんと話してました。うん、ねえ、そうですよね、皆さんカズサイさん来るかなって、私ツイッターにそうカズサイさんと行ってきますみたいなあげてたんで、みんな来るかなって多分ちょっとね、美人モデル2人、高校生が羨ましい。いえ、そう、でもなんか高校生たち優しいから、すごいなんか写真撮って、あ、可愛いとか言ってくれて、すごいなんか楽しかったです。なんかそういうところも含めて純粋だなって思って、楽しいって思って。やっぱ褒めてもらえるとね、人間楽しくなりますからね。だって人間だもの。しかもやっぱこういうさ、こう、なんて言うんです？こう、やっぱこう、前に出る職業じゃないですか。こう見てもらうことが前提の職業。やっぱり褒められると嬉しいですよね。うん、思いました。へぇ。うん、うん、うん。そうそう、長距離移動で。まあ、でも途中でね、こう、サービスエリアとかでちょっと休憩しつつ、まあ、私はこう、運転していただいてた側だったので、もう基本的には私は座ってるだけだったんで、座って、かつこう、ちょっと寝てね、寝て、ちょっと車酔いしながら寝てました。スクショコーナーでもいかが？もちろんメインは寝相だけど、いやいや、寝相でスクショコーナーって普段のやつじゃないですか。あ、でもスクショコーナーで、だからここで、はい、スクショタイムみたいな、そういうあれですね。それはでもちょっとしてみたいかもしれないです。ね、普段寝相をいっぱい拡散していただいてますけど、たまにはちょっと可愛い感じの私も、みたいな。イエーイつって。そうですね。それはちょっとしてもらいたい。あ、としかずさんこんばんは。お疲れ様でーす。みなみちゃんが元気でほっとした、楽しかったね、美味しかったね、美味しかったですね、美味しかった、ほうとうも美味しかった、ほうとうすごい。 あとあれですよ、山梨といえば信玄餅なんで、そう、信玄餅もね買ったんですよ。あ、今ここのリュックサックの奥底に入れちゃいましたけど、私も含めて私の家族信玄餅が好きで、信玄餅と信玄餅プリンを買いました。信玄餅はよく食べるんですけど、プリンは買ったことなかったんで、ちょっと明日食べるのが楽しみです。カジサイさんは信玄餅アイスを食べてました。美味しそうだった。あとですね、今日お世話になった方が、サービスエリアで信玄餅のシュークリームっていうのを買ってくださって、シュークリームの間にクリームと信玄餅が挟まってるんですよ。明日食べるんですけど楽しみです。はい、という感じで喋ってると多分あっという間に時間が喋っちゃうんで、はい、この番組では、このようにチャットもありますが、メールも募集しております。メールテーマ、本日のメールテーマは毎日の日課にしていること。私このメールテーマを決めた時に、毎日の日課ってなんか若干日本語として違和感を感じたんですよ。だって日課って毎日やることじゃないですか。でも調べると、まあ、毎日の日課っていう単語もなんていう文章として使われてはいるんですね。でも日課にしていることだとなんかちょっとやっぱりなんかこうしっくりこないから、やっぱ毎日の日課にしていることがいいなって思って、このメールテーマにしました。そう、だからちょっと毎日の日課っていう日本語に違和感を感じる方はいると思うんですけど、まあ語呂の良さを優先しました。はい、というわけで、今日のメールテーマ、毎日の日課にしていること、まあこうちょっとね、毎日自分がやってる習慣だったり、こう欠かせないことだったり、そういうものって皆さんありますか？ちなみに私はですね、こうお風呂上がりの柔軟、まあ、この放送でもねいつもしてると思うんですけど、まあ、お風呂上がりの柔軟と、あと毎朝体重計に乗ることですね。朝起きて体重計に乗って、増えてるか減ってるか、それによってその日の食事内容が変わります。ちなみに今日は多分ですね、すごいほうとうのボリュームなかなかだったので、多分明日の朝増えてるんじゃないかなって思います。あ、でもこの放送の日はね、お家に帰らないと体重計がないんであれなんですけど、多分ちょっと、ほうとうがなかなかのボリュームだったんで、増えてる気がするな。そう、そしてあとですね、最近、アメブロを始めて、アメブロを毎日更新するっていうのを目標にやってるんで、
それをですね、日課にしていきたいですね。アメブロもよかったら、私のツイッターの方にリンク貼ってありますので、よかったら見てくれたら嬉しいです。宣伝です。メールテーマに載っけて宣伝。はい、メールはですね、下にあります生@1000tv.jp までお待ちしております。いただいたメールは随時番組の中で紹介していきます。メールはですね、そのメールテーマに関することだったり、あとは私への応援メッセージ、番組への応援メッセージなどもお待ちしております。というか早速メール2通いただいているので紹介したいと思います。1通目船田さんからいただいてます。いつもありがとうございます。みなみちゃんこんばんは。俺は今日は体調が悪いから配信見られません。みなみちゃんうちうち大好きです。ということでね、船田さんいつも番組見に来てくださってるんですけど、今日体調が悪いから見られませんと、わざわざ配信メールでご報告してくれてありがとうございます。ちょっとこれ返信したいですね後で。というわけでもう1通、安倍さんからいただきました。ありがとうございます。安倍俳優安倍義弘です。こんばんは。こんばんは。毎日の日課にしていること、自分は道場に神棚があるので神様に祈りを捧げることが日課です。たった一人で祈りを捧げていると神様を独占した気持ちになってとても嬉しいです。未曾有の女神吉村さんのご活躍を心から祈っています。安倍さんありがとうございます。いやすごい、お祈りすることが日課。そうか、でもそうですよね。いろんな宗派があると思いますけど、宗派だったり、宗教じゃなくてもそういうお祈りが、そうか、日課っていう方はきっと多いですよね。たった一人で祈りを捧げていると神様を独占した気持ちになってとても嬉しいです。すごく神聖な気持ちを毎日感じていらっしゃるんですね。いいですね。なんか心がとても落ち着きそう。なんかその安倍さんのブログとかを見てると、なんか納得です。寝相の女神ありがとうございます。寝相の女神すごいですね。なかなかいないんじゃないですかね。寝相の女神はこの世に女神は数あれど、寝相の女神はなかなかレアなのでは。ありがとうございます。頑張ります。メールありがとうございました。安倍さんのご活躍もお祈りしております。はい、ちょっとチャットの方も見たいと思います。メールはですね、いただきましたらこのように随時随時番組の中で紹介していきますので、ぜひぜひ、お気軽に送ってください。皆さん結構寝落ちしたりうとうとしたりしてるんじゃないかなと思います。とし方さんお疲れ様です。ありがとうございます。こちらこそ皆さんもね、お仕事とかいろんな一日の終わりに見に来てくださってありがとうございます。小柊さん体調悪いんですか、大丈夫ですか。そうそう、真夜中の実験室がですね、先週からこう真夜中の津波食いラボになりまして、皆さんの意見をちょこちょこと取り入れて番組のタイトルが変わりました。寝落ち派、そうですね、トップカーさん結構寝落ちしてるのかな、わかんないです。皆さんこういつの間にかこういなくなってるのは、こう寝落ちしてるのか、それともあそろそろ今日は寝ようかなプってやってるのか、どっちかなって思って、でも全然寝落ち大丈夫番組なんでね。なんならやってる本人もたまに寝落ちしそうになってますから、ちょっと結構眠みたいな時があったりする。正直楽しいんですけど、いや楽しさと眠さは比例しないんで、え、そう関係ないんで、眠いのもと楽しいのは関係ないんですよ。楽しくったって眠い時は眠いし、眠い時だって楽しい時は楽しい。今同じこと言いましたね。だから眠くなるのは生理現象だから仕方ない、イエイ。むしろこの番組を見てる時に眠くなって寝るって、それもこの番組の狙いとしては最高なわけですよ。だってこうね、ああ番組見ててるな、楽しいな、すやすやすや、最高最高、素晴らしい、もうこの世にそれ以上の睡眠方法はない。何言ってんだ、それ以上にいい寝落ち方法はないですよ。なんで皆さんガン寝落ちしていってください。日課はモンストログイン、あ大事ですね、ログインボーナス大事。ログインボーナスね、逃すと本当に悔しいってなるね。大事、今すごい噛み締めてます、ログインボーナスの大事さ。大体どのねソシャゲもログインボーナスってありますからね。まだ累計ロ
ログインボーナスだったらまだいいんですけど、こう毎日しないとダメなタイプのログインボーナス逃すと本当にあーってなります、あーってなります。へえ、あ、メールが、今ちょうどメールが1通いただきました。としかずさんからいただきました、ありがとうございます。みなみさんこんばんは。俺の日課は朝起きてタバコを吸い、コーヒーを飲みながら気分を落ち着かせます。日課っていう日常生活だね。おお、なんかちょっとハードボイルドな朝ですね。タバコを吸い、コーヒーを飲む、いやーかっこいい。私、いやなんかかっこいいと思います。いや私タバコはあのなんかこう煙は害になるんで、あの自分が害になるっていうか、タバコ吸ってるって人の前に害って言っちゃダメだな。あの喉に悪いじゃないですか。そのそう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 、喉に悪いから、あの煙を吸うのはあまりあれなんですけど、でもタバコの匂いは私そんなに嫌いじゃないんですよ。あのあんまり強いとあれなんですけど、うん。だからね、なんかあ、てかタバコの匂いのする人はそんなに嫌いじゃないんですね。だからコーヒー飲んでタバコ飲んでる姿ってかっこいいなって思います。そうそう、なんか男の人のこうスーツとかからふわってこう、小学生の時塾に行ってたんですけど、その塾のあの結構好きだった男の先生のスーツからいつもちょっとタバコの香りがふわってしたんですよ。なんかそれがちょっと好きで、だからなのかもしれない。うん。謎の過去話。としかずさんメールありがとうございます。あとみつさんからも今いただきました、ありがとうございます。みつです、こんばんは。こんばんは。今月からですが、寝る前にストレッチすること、体重計に乗ることです。増減変動が激しくてなかなか痩せれないです。始めてからとりあえず 1.5 キロ痩せましたが、それからが減りません。とりあえず頑張ります。毎日の日課ではないですが、毎週この番組のみなみちゃんの寝相をツイッターで上げるよう努力してます。ありがとうございます。寝る前にストレッチすること、体重計に乗ること、健康的ですね。そう、でもね、体重計に乗るだけでやっぱり結構変わりますよね、体重が。てかやっぱそれ見て意識するじゃないですか。わあこの数字やばいとか、あーやっぱ昨日食べ過ぎちゃったから太っちゃったとか、逆にあ減ってるな、どうして減ってるんだろうっていう習慣を見直すと、やっぱりこう、あこうすれば減るんだなみたいなのがやっぱだんだん分かってくるんですよね。やっぱり夜ご飯大きいですね。やっぱ夜ご飯の時間が早いと、うん、量が多少多くても減りますね。うん、すごい大事だなって感じます。食べる時間と夜ご飯の量、だから昼とか朝は結構がっつり食べても大丈夫なんですけど、やっぱ夜遅い時間にがっつり食べてしまうとっていうのはありますね。 1.5 キロ痩せたのでも素晴らしいですね。ね、でもそう、そっからなんですよね、わかります。私も今こうなってて、こうなってて、こう来て、こう来て、あー今ここみたいな、こう言ってほしいみたいな。でも多分これが続いてのこれなんでしょうね。頑張りましょう一緒にね。そう、ツイッターでもいつも本当にね、寝相の写真上げてくださってありがとうございます。やっぱね、あの今のところね、あのこうなかなかね、みつさんが上げてくれる写真で寝相写真つないでますからぜひこれからもお願いします。そして皆さんもよかったら私の寝相姿、まあ私がね、ちょっと面白い寝相姿できないのがちょっとね、悔しいから、なんか皆さんもやっぱ張り合いがないと思うんですけど、うん、頑張って張り合っていきましょう。よろしくお願いします。はい。というわけで、そろそろ1時。というわけで、そろそろ次のコーナーにサクッと参りたいと思います。今日は若干の巻き目でいっていきます。はい。というわけで、続いてのコーナー、チャカチャン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 。謎の音楽流れちゃった。あ、今外に猫ちゃんが、野良猫ちゃんが今テケテケテケって来たけど見逃した、悔しい。はい、これだのコーナー、謎のイントネーションになっちゃった。はい、続いてのコーナーはこもれたのコーナーです。タラララララン。このコーナーは、私ミュージカル女優を目指していまして、最初にもねちょこっと自己紹介したんですけど、ミュージカル女優を目指していて、 もちろんミュージカルなんで歌の勉強をしております。で、まあまだまだちょっと勉強中の身ではあるけれども、こう皆さんにね、せっかくだしこう夜にね、子守歌としてお歌をお届けしていきたいなということで、皆さんからお歌のリクエストを、募集しています。いただいたリクエストの曲はですね、練習して、次お会いした時に歌えるようにするみたいな感じにしています。リクエストはチャット、メール、欄、どちらでもお待ちしております。
そう、先週寝相変化なしでしたが、レフ君が頑張ってくれました。そうなんですよ、もうレフ君ね、持ってる私の寝相。いやね、やっぱ布団があるとあれですね、早くもっと暑くならないかなって思いますね。親睦会、あ、ありますあります、あの親睦会にですね、明日明後日月曜日ですね、まあ、日付的には明日ですけど、まあ、なんか今日が土曜日だと考えたら明後日、そうそう、毎、いつも毎週じゃない、毎月千人 TV 親睦会というのを行ってまして、明日明後日あります。ちょっと今ブルーですな、28日ですね、だから28日の、8時から10時、夜の8時から10時で、親睦会の放送ありますので、ぜひぜひよかったらね、見に来てください。今回はですね、新メンバーが2人、新メンバー、新しい方が2人いらっしゃるので、またいつもとはちょっと違った感じになるんじゃないかなと思います。ぜひぜひですね、見に来ていただけたら嬉しいです。よし、というわけで、先週いただきましたリクエストの曲を歌っていきたいと思います。ちょっと待ってくださいね。先週ですね、みちさんからいただいてました、リクエスト曲、村下幸三さんの初恋ですね。先週速度の音楽の番組でも流れていた初恋。よし、誰も告知しなかったんで、あ、そうだ、告知忘れてました。しときます、ツイートしときます。そう、結構なんかいつも親睦会直前にしちゃうんですよね。30分前ぐらいに、今日親睦会あります、やりますみたいな突発的な感じになっちゃいますよね。本当はちゃんとね、スケジューリング、あの前々からして分かってはいるんですけど、ついつい告知を忘れてしまいます、すいません。風谷さんと木曽さんと私と、よし、じゃあ初恋を歌いましょう。初恋、切ないっすよね、でもこの曲も。よし、ティン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 、歌い出し、歌い出し損ねた実は今2回ぐらい歌い出し損ねてます。さみだれは緑色、悲しくさせたよ一人の午後は、恋をして寂しくて届かぬ思いを温めていた。好きだよと言えず初恋は、ちょっと待ってちょっと待ってちょっと待って、分からなくなっちゃった。あ、ちょっと待ってちょっと待って、やばいやばいやばい、あれなんで、どうして寂しくて届かぬ思いを温めていた。好きだよと言えずに初恋は、振り小細工の心、分からなくなっちゃった。ダメだー。ごめんなさい。なんで？あ、なんでとかなっちゃダメ。なんでとかなっちゃダメ。ちょっと待ってくださいね。ちょっと来週歌。あ、久々にこれになりました。ごめんなさい。来週歌います。この村下幸三さんの初恋。ちょっと今のダメでした。
なかった。カット、カット、カット。生放送でカットも何もないですね。ダメなの？なんでだろうな。ちょっと来週に回します。ちょっと、今週の分の子守歌のコーナーは、ちょっと来週に回した方がいいのかもしれない。あ、ごまかせない。これはごまかせないぞ。あいつ恋はちゃ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 、いやちょっと不安なんで、やっぱ来週に回しましょう。はい、続いてのコーナー、ででん、千人 TV の注目ブログベスト3、イエーイ、パフ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 。はい、このコーナーは私が今週気になったブログを3つピックアップして紹介するコーナーです。はい、というわけでまず本日一つ目の記事は、私たち千人 TV のメンバーが中心となって運営をしておりますブログ、昨日より今日はもっともっと素敵ブログより、MP さんの記事、503カネ目安室奈美恵さんの名言を見つめ直す機会をいただいてた、だった、いただいたでしょうの巻、MP のイケてる大人計画、はい、を紹介していきたいと思います。はい、それでは、こちらの記事、抜粋しつつ紹介していきます。はい、安室奈美恵さんの名言を見つめ直す機会をいただいたでしょうの巻、県民栄誉賞は県民に敬愛され希望と活力を与える功績があった団体や個人を称えるもの。これまで沖縄県では、2団体3個人に贈られていました。県民栄誉賞を受賞した安室奈美恵さん、今回は安室奈美恵さんの素晴らしさがわかる名言の数々をご紹介しましょう。故郷へ錦を飾る、知名度を上げたり出世した者が生まれ故郷に帰郷する時などに使うことわざ。錦とは、種種種種種だね、いろいろちょっと、あ、ここの読み仮名を私は調べ忘れた。今調べよう。色糸色糸や金銀糸を用いて模様を織り出した絹織物のことで、総じて豪華な織物のことです。へえ、高価な着物を着て帰ってこれるほどの人物になったということを指しているのです。ああ、そういうことなんですね。私なんかこう、錦ってこう、勝手にこう、締め縄みたいなのを想像してました。そういう意味なんだ。安室奈美恵さん、大好きな故郷、沖縄に錦を飾る夢かななのだ。2017年9月16日 &17 日の2日間、安室奈美恵さんは自身のデビュー日に合わせて宜野湾海浜公園で25周年記念のライブを開催。両日で合計5万2000人の観客を集め、地元のファンを喜ばせた。その3日後、2017年9月20日、2018年9月16日をもって芸能活動を引退することを公式サイトで発表。そんな沖縄県、いや日本を代表するアーティスト安室奈美恵さんに、故郷沖縄県民に愛され希望と活力を与え平成の歌姫として日本中を魅了した功績が称えられ、県民栄誉賞が与えられたのです。2018年5月23日沖縄県庁で開かれた表彰式、尾長武知事から表彰状と記念品を受け取ると、名誉ある賞をいただき、とても嬉しく思っています。沖縄は自分にとって落ち着ける場所、引退までの時間、一生懸命活動していきたい。時折、涙を拭いながらのコメントをしていました。そんな安室奈美恵さんが今までに残した名言、とても素敵な言葉がたくさんあります。いくつかご紹介させてください。というわけで、安室奈美恵さんの名言がですね、こちらに書いてあって、で、その中からまたいくつかちょっと抜粋しつつ紹介したいと思います。私が個人的にいいなと思ったのいくつか。経験することは一番の未来につながるもの。あまり器用じゃないので目の前にある単純なことを分厚い壁にしてしまう。もっと自分が好きなものは好きだ
で胸張って楽しまないとそりゃいいもの作れないなって思った。誰にでも可能性はある。私も最初はゼロだった。 1% の才能と 99% の継続、努力し続けることで今の自分があるというような、という名言たちを天野さんは残しています。すごく何と言うんでしょう、このなんかこう全部シンプルでそうだよなって思うことなんですけど、でもやっぱ安室さんほどすごい方がすごく努力してきて、すごくたくさんの方にこう栄誉賞をもらうぐらい愛されている方が言うと、もう言葉の重みというか、やっぱそこにあるバックグラウンドが深いじゃないですか。だからすごくその言葉っていうのが重みを感じてね、なんか言ってることはすごくシンプルなことなんですけど、すごく重みが出るなと思いました。あとこのね、3つ目のもっと自分が好きなものは好きだって胸張って楽しまないとそりゃいいものを作れないなって思ったっていうのが、なんか今日その写真、そのさっきちょっと話した山梨のその写真部の人たちを見て、やっぱみんなすごく純粋にね、写真が好きで撮ってるんだなっていうのが伝わってきて、やっぱ私もなんかたまにこういう放送とかも自分が楽しいからやってるし、ミュージカルとか練習とか自分がやりたいからやってて、本当その根本にあるのは自分が好きだからやりたいからっていうことなのはずなのに、なんかね、余計なこと考えてしまったり、なんかやりたいことのはずなのに、あーちょっとみたいな、ちょっと疲れちゃったなって思う時とか練習とかであったりしてね、でもそういうのは違ってね、もっと好きなんだから、なんていうんだろう、好きなものを好きっていう感情で楽しむことってすごく大事だなって。だから安室さんは歌とかダンスとかすごく好きで楽しんでるっていう、そのなんていうの、根底にある心を忘れないでずっとやってらっしゃるから魅力的なんだろうなっていうのをとても思いました。安室奈美恵さんの当たり前レベルが高いことがよくわかります。そう、安室ちゃんは多分こうリクエストしていただいた曲を、あ、歌えない、ごめんなさい、次のライブで歌いますなんてこと絶対しないんですよ。ああ、私が安室ちゃんだったらっていう気分で私は生きた方がいいのかもしれない。もし私が安室奈美恵ちゃんだったらという、そういう気持ちで生きたら、なんかもうちょっと引き締まって生きれそうな気がする。大好きな故郷へ錦を飾った安室奈美恵さん、おめでとうございますという記事でした。安室ちゃんかっこいいですね。あと安室ちゃんのその名言を私も調べていたら、一つ素敵だなって思ったのが、安室ちゃんの憧れの方がジャネット・ジャクソンさんっていう、マイケル・ジャクソンさんの妹でもあって、いろんな方に影響を与えてるジャズシンガーソングライターなんですけれども、その人のことで、この人かっこジャネット・ジャクソンみたいに絶対なるんだっていう、何の疑いもなくそこを目指していましたっていう名言があるんですけど、すごくそれがかっこいいなと思って、憧れの人を目指してて、それになるんだって、いつかそこになるんだっていうその確信を持って思えることが素晴らしいなと思って、やっぱどんなにうまくったって、どんなに頑張ろうって気持ちがあったって、そこになんかこう行きつけるっていう自信とか確信みたいなものがないとやっぱ頑張れないし、なんかいけないんじゃないかなって思うんで、そこを確信できるっていうのはすごくかっこいいなと私は思いました。食べ物争奪戦やりたいですね。俊香さん夜勤、あーお疲れ様です。そっか、夜勤大変だ。ちょっとそうですよね、夜勤だと8時10時は厳しいですね。すいません、初恋すいません、結構すいません、挫折しました。切り替えで勢いで乗り切ろうとしました。はいっつって、ちょっとオンデマンドあそこカットしたい、そうですね、伊達に40回やってないですね。うん、もうなんかサクッといってしまおうという、はい、サクッといった勢いでごまかそうみたいな、はい、サクッとね、切り替えること大事だと思うんですね。だってね、あーってなってても今歌えないもん、歌えないしって思って開き直る、いやダメなのこれ
何がトップガンさんとミスさんが私を甘やかし始めました。ダメだダメだよ、甘やかしたダメだよ、ダメですよ。ありがとうございます。でもすいません、ありがとうございます。アモレちゃん、アモレちゃん、みなみはみなみ、いいとこいっぱいあるから頑張って。ありがとうございます、頑張ります。みな、アモレちゃんみたいな人を見習って私のいいところを伸ばしていきたいです。ありがとうございます。もう来週の初恋もう超期待しててください。でちょっとハードル上げときます。それぐらいしないとちょっとなんか自分がいくらなんでもねって感じなんで、初恋もうじゃあ初恋フルで歌えますし、なんかもうすごい、わ今まで聞いた歌の中で一番うまいって思ってもらえるように頑張ります。もうメモっときます。一番うまいってもうすごい、もう来週オープニング初恋で始まります。来週オープニング皆さんこんにちはじゃない、もう初恋、私のアカペラ初恋歌唱から始まります。楽しみにしてください。だから皆さん来週遅れないように頑張ってください。来週もう始まったら初恋始まってますから、もうねはい、それでは、続いての記事紹介したいと思います。続いての記事は、ブログ金空情報局さんより、衝撃動物に育てられた人間5選という記事を紹介したいと思います。こちらの金空情報局さんはイケてる大人計画のブログを読者登録してくださってる方のブログの中から選ばせていただきました。はい、というわけで今回これはですね、たまにこうアンビリーバボーとかそういう系の番組でこう衝撃動物に育てられた女の子みたいなねニュースとかをこう出てきたりすると思うんですけど、そういうエピソード5つ集めた記事でございます。私こういうエピソードなんかこうちょっとやっぱね、これまあワクワクするって言ったらなんとなく不謹慎な感じがするんですけど、でもやっぱちょっとワクワクしちゃうんですよね。なんかちょっとターザンみたいだね。まあでもなんか大体こういうその動物に育てられた子たちって短命だったり、なかなかこう人間社会に溶け込めなかったりみたいなところがあるんで、あんまりワクワクするのもあれなんですけど、まあ紹介していきたいと思います。はい、ブログ記事タイトル、記事タイトル、衝撃動物に育てられた人間5選。人間にとって幼少期とは大切なものです。幼少期の過ごし方で脳の 80% 以上完成されると言われています。もしその大切な幼少期を動物と一緒に育ってしまったらどうなるのでしょうか。今回は大切な時期を動物と一緒に育ってきた数奇な子どもたちを5選紹介していきます。1つ目、犬に育てられた少女マラヤ。1991年ウクライナの少女マラヤが犬小屋にいるのが発見されました。少女は8歳の頃両親に捨てられ、その後は6年間もずっと一緒に犬たちと暮らしていました。発見された時少女は四つん這いで走り回り、歯をむき出して吠えたりなど、まるで犬のような行動をしていました。現在30歳になった彼女は農場の動物の世話をしているそうです。へー、なんかこの基本的にこの後にも紹介していくエピソードもそうなんですけど、その大体子供を親に捨てられてとか、こう幼少期の頃にね一緒にその動物と育つと、その動物の生活習慣を真似してコミュニケーションが取れるようになったり、体がそれに合わせて発達していくんですよね。すごく不思議。はい、2つ目、猿に育てられた少女マリーナ。1954年マリーナは5歳の時に南米の人里離れた村から誘拐され、ジャングルの中で置き去りにされてしまいました。猿の家族と5年間共に暮らし、ハンターによって発見されました。ベリーや木の根、猿が落としたバナナを食べ、木の堀で眠り、四つん這いになって歩いていました。若い猿たちと仲良くなり、木登りや安全な食べ物について学び、木の上で一緒になって座ったり遊んだり、ケツ震いをした。その後マリーナさんいろいろあってこう捕まってマフィアの家族のところで働くんですけど、そのマフィアの家族の元から
助け出され、そこで、隣人の娘夫婦に引き取られて、まあ、そこでね、育てられて、まあ、彼女今結婚して、彼女も彼女じゃない、結婚して子供もいるんですけど、まあ、そんなマリーナさんの、がですね、本を出してて、自分の野生生活と綴った本、失われた名前、猿と共に生きた少女の真実の物語を出版しているそうで、これがちょっと調べてみたら結構評判が良くて、本当に彼女が猿に育てられて、その後、しかもなんかその猿に育てられて、その後になんかこう人さらいみたいなのにまた捕まっちゃって、そこでね、なんか売春婦の下働きたしとして働かされて、しかもその後、マフィアの家族のところに引き取られて、マフィアのまた下働きをするっていう、なかなか壮絶な人生を歩んでいる方なんですね。続いて、野良犬の群れの中で育った少年イヴァン、4歳の時にアルコール中毒者の父親の虐待から逃げるように家出をしました。家出をした後は物乞いをして生活をしているうちに、野良犬の群れと信頼関係を持つようになりました。 2,3 年後にイヴァン君はその野良犬たちのリーダーになっていたのでした。警察はイヴァン君をおびき出して逮捕することに成功し、2ヶ月かけてイヴァン君と野良犬たちを引き離すことに成功しました。野良犬たちと離れた後は児童養護施設に入り、今では普通の生活をしています。私なんかこれ読んだ後に、なんでイヴァン君なんかちょっと警察に捕まって、なんかしかも野良犬と仲間の野良犬と引き離されなければいけないんだって、ちょっと思っちゃいましたね。ねえ、だって野良犬と野良犬たちのリーダーになったなら、野良犬たちの、ね、リーダーとして、ね、暮らさせてあげたらいいじゃないですか。分からない、でも人に迷惑かけてたのかもしれない、それはダメですけど、ちょっとイヴァン君調べてもなんかあんまり詳しい情報が出てこなかったんですよ。いやでもちょっと野良犬のリーダーってかっこいいですよね。ちょっとかっこよくないですか。はい、続いて、狼に育てられた少女アマラとカマラ、このお二人は有名ですね。1920年に伝道師ジョセフ・シングによって12歳のカマラと8歳のアマラが狼の巣穴から発見された。狼が留守にした洞窟の中にいたカマラとアマラはひどい形相で四つん這いで歩き、とても人間には見えなかったという。人間との関係には興味を持たなかったが、聴覚、視覚、嗅覚はひときわ優れていた。アマラは捕らえられた翌年死んでしまったが、カマラは二足歩行で歩くことや言葉を多少覚え、1929年に17歳で腎不全で死んだということで、まあこの2人はちょうど短命だったんですね。本当にもうずっと多分狼に育てられていて、それで10年ぐらい育ってきたんですよね。でも2人とも結局最後まで多少の言葉は覚えたけど、まあ結構最後までもう4足歩行で、まあそのまあいわゆる人間らしい姿にはならなかったんですね。こういうのを読むと、果たしてそのだから結局動物に育てられている人を保護するのはなんかこっち側のエゴなんじゃないかとか思っちゃいますね。だからその環境に適応してその人たちが暮らしているのであれば、それはなんて言うんだろう、まあ、たとえ狼に人間が育てられているのだとしても、それはもうそのままそっとしておくのが正解なんじゃないかとか思っちゃいますけど、それなんかこう一括りにできないですよね。うん、いいんじゃないとかダメじゃないとか、そういう難しい問題ではありますね。はい、続いて、猿と暮らした少年ジョン・セブンヤ、1988年、最近ですよね。ジョンが3歳の時に父親が母親を殺すのを目撃してしまい、家を逃げ出してジャングルに逃げ込み、それ以来そこで猿たちと共に暮らしていた。1991年に捕まり、6歳の時に孤児院に送られた。その時に少年の体は毛で覆われていた。食料は木の根、ナッツなどで、腸内の寄生虫が異常に発達していて、1メートル以上もの長さの寄生虫が発見された。うえー、すごいよく生きてますね。少年は読み書きや人間らしい行動を学び、さらには素晴らしい声を持っていたため、アフリカの子供たちの聖歌隊に所属し、イギリスツアーも行ったことで有名になった。いや、すごいですね。彼タレント性がありますね。
でも、その3歳そのでもなんかこのジョン君もそうなんですけど、なんかこのこういう動物に育てられた子供たちのこの高校に乗ってる以外の人のともちょっと調べてみたんですけど、でもその、まあ、このジョン君だったらこう猿と一緒に暮らしていたら体毛が伸びたっていうことで、でなんか他にもなんかこのその狼と一緒に暮らしていた子とかの見るとなんかこう指がこう発達していたりするんですね。狩りとかこう木とかに捕まるためにこう指がこう爪がこう伸びていたりとか皮膚が厚くなっていたりとか、そういう風になんか適応したように成長していて、だから人間って本当に育つ環境でなんて言うんでしょう、体質まで変わるんだなって思いますね。すごい、だから今私たちがこの姿でいるのはなんかこの環境で育ってきたからなんだなって思うし、なんかその結局その何でしたっけ、最初にあったこう生後の何でしたっけ、生後の4ヶ月で何だっけな、人間の人間にとって生後の3、4年は一緒に影響を及ぼすっていうか、そこでこう社会の中でなんかこうどう生きていくかってこうかとか、自分がどういう存在なのかみたいなのが確立される時期らしいんですね。だからやっぱそこが人間じゃないものとして育てられた場合、人間ではなくなっちゃうっていうか、まあだから猿に育てられたら猿っぽくなるし、狼に育てられたら狼として自分を認識して生きていくわけだし、実際なんかちょっと狼っぽくなるわけじゃないですか、うなり声とか歩き方とか手足とか。だからなんかそう思うとなんか人間って別に本来の人間らしさって備わってないんじゃないのかなとか思ってね、ね、不思議ですよね。だから自我とか人間らしさっていうのはじゃあ環境によって決まるのかっていうのはなんかちょっと思いました。アイデンティティみたいなそういうものは環境によって決まるんですかね。でもそう思うとなんかじゃあ最初にじゃあ人間っぽい生活をし始めた人は誰なんだみたいな感じになりますよね。それをちょっとずつ積み上げてきたもんなんですかね、歴史で。うん、なんてことをちょっと、この記事を読んで思いました。でもすごく一つ一つがすごくなんか本当に映画のような話で、特にこのマリーナさんの体験に関しては本も出てるのをちょっと読んでみたいななんて思いました。ちょっとチャット見ます。ハードル上げなくていいですよ。いや、上げていきましょう、上げていきましょう、私のために上げていきましょう、私が私のために上げる。今日は清楚な洋服がお似合いの南お嬢様、こんばんは。相変わらず地上に舞い降りた天使のような可愛さですね。すごい、女神から天使にグレードアップした気がする。わかんない、グレードアップ、グレード、いや、ちょっとありがとうございます。うちさん、こんばんは。ありがとうございます。今日ちょっと清楚っぽい服なんですよ。なぜかっていうとこう今日山梨で撮影があったんですけど、ちょっと清楚っぽい感じでって言われたんで、これちょっとやっぱ清楚って言ったら白かなって思って清楚にしてきました。ありがとうございます。ね、本当にすごい褒め上手ですね。素晴らしいです。ありがとうございます。母の体内にいる時にはまだ尻尾があるらしいですよ。あ、これこの尾底骨とかのやつですよね。これってあれですよね、尻尾の名残なんですよね、確か。すごいな。だから体内にじゃあいる時に、あ、自分は尻尾があるタイプの生き物なんだって認識したら、尻尾を生えて生まれてきますかね。なんかここのね、この肩甲骨とかもね、なんかこう天使の羽のね、こういうあれみたいじゃないですか。だからそれのなんか体内にいる時に、あ、自分って羽が生えてるタイプの生き物なんだよなって思って生まれたら羽生えますかね。それでも実験できないから何とも言えないですね。気になるな。はい、続いてのブログ紹介していきたいと思います。3つ目のブログは、はい、この方のブログを紹介するのは実は2回目なんですけども、ブログ禁断劇場さんより、生中継第72回トニー賞受賞式
ということで2018年度の、2018年のトニー賞に関する記事です。これは私の趣味の趣味で私のための私による私のための記事、あ、私が書いたわけじゃないんであれですけど、まあ、ザクリーバーミュージカルに関する記事でございます。このですね72回トニー賞っていうのが何か、そもそも何かと申しますと、トニー賞っていう賞があって、まあ、それがこう映画だったらねアカデミー賞とかね、ゴールデングローブ賞とかあるじゃないですか、まあ、だからその演劇版のすごい賞です。トニー賞、演劇版のトニー賞、演劇版のすごい賞で、もうこれ取ったら人気爆上がり、チケット爆上がり、もうすごく箔がつきます。もうこの演出家はトニー賞を受賞したと、この作曲家はトニー賞を受賞した、この俳優はトニー賞を受賞したって言ったら、もうそれはもう世界でトップのということですから、ものすごい箔がつきます。そういうすごい賞です。演劇に関するすごい賞がトニー賞です。まあ、ちょっとかっこいい言い方をするなら、まあアメリカにおける演劇の最高峰の賞です。はい。そんなトニー賞がですね、毎年授賞式が行われるんですけど、その、生放送がですねワーワーで毎年行われて、今年は6月11日に、井上芳雄さんと生田絵梨花さんがナビゲーターとして、やられます。そうなんですよ。生田さんはね、2017年公演に引き続きミュージカルレミゼラブル2019年のコゼット役としても出演が決定していますということで、すごいですよね。もうガン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 ミュージカル女優としての、階段を駆け上っていらっしゃいます。すごいな、あんなに可愛くて、しかも歌もあんなに綺麗に歌える。あとですね、宮本亞門さんも、このワーワーの、アンバサダーとして登場されます。そしてですね、そんなトニー賞の作品、トニー賞にこう、まあアカデミー賞みたいにこう作品がですねいくつかこうノミネートされていて、その中からこう、選ばれていくんですけど、まあそのノミネートも部門がいろいろありまして、まあね、音楽とかこう作品そのものとか、あと俳優女優とか、こうまあ、監督はいないので演出家みたいな感じの、まあ、脚本賞とか、まあ、作品賞とかそういうところですねがあります。でですね、まあ、ミュージカルと演劇両方あるんですけど、まあ、ミュージカル、私演劇の方はあんまりわからないのでミュージカルの方を中心に紹介していきたいと思います。トニー賞2018年ノミネート作品、ノミネート作品紹介、ノミネート作品紹介ですね。ミュージカル作品賞で、今年度のですねのトニー賞の、まあ、ミュージカル作品賞が、まあ、一番、メインの賞というか、まあ、これが一番すごい賞ですね。もうそのミュージカルそのものが素晴らしいっていうのが、まあ、このミュージカル作品賞なんですけども、これ一番今有力候補として上がってるのがミュージカルスポンジボブです。皆さん、スポンジボブって思ったでしょ、多分。スポンジボブって思ったと思うんですけど、あのスポンジボブって思ったと思うんですけど、合ってます。そのスポンジボブです。あのスポンジのスポンジボブです。アメリカの、あのね、アニメーションのスポンジボブですのミュージカルが、今ミュージカル作品賞ほか12部門ノミネートされていて、まあ最有力候補なんじゃないかと言われています。今一番結構流行っているというかホットなミュージカルですね。まあ、スポンジボブすごいんですよ。あの舞台セットがめちゃめちゃ可愛くて、なんかあのこうまあね、通常劇場って普通にまあ舞台があって客席があってっていう、そうな劇場、こうね、舞台のところにこう幕があって、まあ、舞台セットがあってっていう感じなんですけど、なんかスポンジボブの舞台セット、私も写真とか動画でしか見てないんですけど、こう舞台があってその上になんか仕掛け、なんかこうレールとか仕掛けがあって、あと舞台の端っこがなんかやったらピカ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 光ったりしてて、なんかすごいワクワクする派手な仕様なんですね。ちょっと写真を今探しますね。多分ですね、インスタスポンジボブ、あったインスタとかで調べたら出ると思うんですよね。スポンジボブ、スポンジボブミュージカル、あと、スポンジボブミュージカル、
なんかいい写真ないかな、いい写真ないかな。スポンジボブミュージカル、まあ、であ、でもどうこうこうスポンジボブのこうね、人が演じてます。スポンジボブはこういう感じで、こうキャラクターの着ぐるみとかじゃなくて人が演じています。写真なんか劇場の分かりやすい写真ないかな、ないかな、絶対あると思うんですけど。なんかねセットとかもでもすごいポップで可愛くって、なんかこういう感じで、あそうそうこういう感じですごく派手なんですね。でこの劇場のね、このシアターの上のところがまたレールみたいになっててすごく派手なんですね。でまあこのスポンジボブがすごいな来てますという、見てみたいです私も。そうなんですよ。なんかツイッターでも、なんか日本のツイッターの方でもちょっとスポンジボブのミュージカルすごいみたいな感じでちょっとね話題にはなっていたんですけどね。私も見たいな。多分これででもねトニー賞取っちゃうとですね、チケットの値段がガーン上がるし、チケット全然取れなくなるんですよね。だから取ってほしいけど取ってほしくないっていう。あと同じ12部門ノミネートされてるのがミーンガールズというミュージカルで、こうミーンガールズはこう映画が元なんですけど、知ってる方もいらっしゃるかな。まあアメリカのハイスクールの、ハイスクールが舞台で、まあアメリカのハイスクールでこう、アメリカのハイスクールが舞台になってだいたいこうブロンドがね出てくるじゃないですか。でブロンドっていうのはだいたいスクールカーストのトップにいて、まあこうだいたい意地悪でね、まあミーンって意地悪って意味なんですけど、まあそのブロンドの子がトップでいて、まあその3人組がいるんですね、ブロンドをトップとした。まあこの3人がこう学校をなんかこう牛耳って、なんかこういう感じでもうなんか牛耳ってるんですけど、まあそこにこう一人転校生の子が主人公で、まあその子たちがね、その子がこうこの子たちにちょっとこう仕返しをするというか、まあこうちょっとね意地悪されたりするので、まあこの人たちの仲間に入ったふりをしてこの人たちをギャフンと言わせてやろうみたいな。あそこのこの転校生の友達が2人いるんですけども、その子たちがこのねこのミーンガールズたちを嫌いで、この子にちょっとこのあの子たちの仲間に入って、ちょっと仲間に入ったふりをしてあの子たちをちょっとこう痛い目見せてやってよみたいな感じに言われて、嫌だけど仕方ないなみたいな感じで、この子がこのミーンガールズたちのね仲間になったふりをするんですけど、まあ入ったふりをしたらなんかちょっとこのちょっと学校のこのトップにいるみたいなちょっと快感を得ちゃって、でもなんかこっちの色にどっちかっていうと染まっちゃって、こっちからしたらえなんでお前なんかなんでそっち側になっちゃってんのみたいな、そんなの別に私の勝手にしようみたいな感じになって、まあまあまあでもまあ結局最終的にはね、あダメだったな、あこういうのこんなんじゃダメだっつって、まあちゃんとこっち側に戻るんですけど、まあまあそのねこのまあアメリカのハイスクールが舞台になってるんですけど、そんなミンガールが12部門ノミネートされています。見たいな。もうこのね、まあ主人公も人気なんですけど、主人公じゃなくて、こう主人公じゃなくて、そのさっき言ったブロンドの女の子がね、一番人気なんですけど、動画見たんですけど、歌、えぐいうまかったです。地声の強さが半端じゃない。あとですね、もう一つ、ミュージカル作品賞を他11部門ノミネートされているのが、迷子の警察音楽隊という、ミュージカルで、私これですね、全くもって、ノーマークで、そう写真見る限り警察がこう音楽楽隊をやっているっぽいんですけど、これはですねちょっとね私もねこのサイトを見て初めて知ったというか、全く持ってノーマークでした。あんまり情報が回ってこないし、周りの人もあんまり見てる感じがなかったんですよね。ちょっとこれはチェックしたいですね。あとですね、まあアナと雪の女王、アナと雪の女王ミュージカル作品賞ほか3部門ノミネートされています。まあ3部門意外と少ないですね。まあでもちょっと公開されてから時間経ってるからなのかな。あとはねでもやっぱちょっとディズニーミュージカルはやっぱ毎年いつもねミュージカル化されるとトニー賞取ってきたので、何かしら取ってほしいなと思うところではあります。あとリバイバル賞、これトニー賞っていうのは新作とこうリバイバル賞っていうのがこう部門としてね分かれているんですけど、まあ、新作はまあ単純に新作で、リバイバルっていうのはまあ昔のね、ちょっと昔の1950年代、1960年代の昔のミュージカルをまあ新しく再演して、まあ、その再演された作品が対象のものですね。
ミュージカルリバイバル作品賞が、11部門ノミネートされてるのが回転木馬。回転木馬はカルーセルっていうミュージカルなんですけど、まあこれもすごい昔、名作のミュージカルで、私はまだちゃんと見たことないんですけど、すごい曲も良い。あとミュージカルリバイバル作品賞他10部門ノミネートされてるのがマイフェアリディ。マイフェアリディはご存知の方も多いかな。日本でも結構上演されてますが、あれですね、オードリー・ヘップバーンが主演のあの映画でございます。まあロンドンの花売り娘イライザがこうすごい鉛がひどいイライザ、小娘イライザを、ヒギンズ教授という言葉を研究しているヒギンズ教授という人が拾って、まあなんかこう実験に使うというか、まあこんな田舎で教養のない娘でもこうちょっと口調をなんかすごい、まあ日本で上演される時はですね、なんかてめえなんだよこの野郎みたい なんかそういう汚い言葉プラスなんかすごい鉛みたいな感じで上演されてるんですけど、まあそういう言葉遣いをね、すごいまあ皇族のような言葉遣いにしたら一流のレディーに見えるさみたいな、そういう実験に彼女を使うっていうまあストーリーなんですけど、まあまあなんかよく一番まあこうロンドン版シンデレラストーリーみたいに言われたりするんですけど、まあちょっとラブコメディーな感じでね、私楽しい、曲もいいし楽しいし、このイライザとですね、ヒギンズ教授のこうなんかツンデレ同士の恋愛みたいなのが楽しいです。あとですね、ミュージカルリバイバル賞ほか8部門ノミネートされているのがアイランドというミュージカルで、まあこのアイランドっていうミュージカルはですね、曲があのサウンドオブミュージックの人と同じ人、ロジャース&リチャード・ハマースタイン2世っていう人たちが作ってですね、日本でも私2年前ぐらいに見に行ったのかな。でもあのあ曲いいんですけど、でもね曲がねゆったりしててね良すぎてね、逆に私ちょっと眠くなっちゃいました。だからあんまり見たんですけど、あんまりねちゃんと覚えてないんですよね。あとなんかね戦争の時のお話で、話もちょっと分かりづらいんですよね。多分その当時見たら分かりやすいし、うん、あとアメリカとかで見たらそれこそ分かりやすいと思うんですけど、あんまり日本で見てるとね、あんまり内容が入ってこなかったな正直っていう印象はあります。まあ、私の好みがあると思うんですけど、ミュージカルはそんな感じで、あと演劇部門もあるし、演劇部門あんまり分からないんで飛ばすんですけど、あのハリーポッターがですね、実はですね、あのブロードウェイとかの方でミュージカルじゃなくて演劇として上演されていて、こうですね、写真がまたこれかっこいいんですよ。ちょっとね動画を探したんですけど、なんか動画は見つからなくて、写真上げてないあえて上げてないのかわからないんですけど、なんか公式アカウントみたいなのはあるんですけど上げていなくて、そうちょっと探したんですけど見つからなくて悔しかった。そうでもなんか写真とかね、舞台のね雰囲気とすごくかっこよくて、ちょっとこれは見たいなって思いました。写真だけでも、ハリポッターのこれ公式アカウント、あこうハリポッターニューヨークシティとこう、あとそうかキャストさんたちがなんかみんなかっこいいんですよ。あれみんな映画に出てたみたいな感じのかっこよさ、そうなんかこういう感じの映画のワンシーンかのようなこの劇中写真、やっぱ顔が違いますね日本とは。そりゃそうなんですけどね、かっこいい。魔法とかの表現がちょっとどうなってるのかはわからないんですけどね、ちょっとハリポタ好きの方はぜひぜひチェックしてみてください。というわけで、そんな感じで演劇賞はちょっと飛ばしますが、こちらのブログを書いた方のあれ総括あった、いかがでしたか。2018年のノミネート作品が出揃いました。ミュージカルではスポンジボブ、ミーンガール、迷子の警察音楽隊、アナと雪の女王がミュージカル作品賞にノミネートされました。また回転木馬、マイフェアレディ、アイランドがミュージカルリバイバル作品賞にノミネートされました。演劇作品賞にはハリーポッターと呪いの子がノミネートされています。あなたはどの作品が選ばれると予想しますか。2018年は最多ノミネートのスポンジボブがミュージカル作品賞を取るのでしょうか。ミーンガールズも強そうですね。
もちろん今年も生で見ますよ。現地カンパニーの生パフォーマンスももちろん楽しみです。トニー賞2018年をお見逃しなく。それではということで、そうなんです、トニー賞ではですね、面白いのがですね、その授賞式なんですけど、パフォーマンスが絶対にあるんですね。そのノミネート、された、作品の、なんて言うでしょう、作品のパフォーマンス、こうその作品の中の一曲とかをこう実際にそのトニー賞のトニー賞がこう劇場でやるんですけど、その劇場でパフォーマンスするっていうのがあって、 そのパフォーマンスも含めてすごいトニー賞は、一つのエンターテインメントとして確立されてるので、とってもとっても楽しいので、ただワオワオに入ってないと見れないんですけど、後々 YouTube とかに動画は上がるんですけど、トニー賞で見ると同時通訳とか、あとあれです、字幕が出るので分かりやすいんですね。なんでトニー賞じゃないワンワンは1ヶ月間は無料ですので、気になる方はぜひぜひ見てみてください。はセクハラしてる、すごく似合ってます、南お嬢様、似合わない服って何ですか。ありがとうございます、嬉しい。でもなんかその清楚の中でも似合う服を選んでます。あんまりなんかフリフリとかはね似合わないんですよね。フリフリなねワンピースとかは似合わない。あと、そうですね、あとフリーサイズのワンピースとかもねあんまり似合わないんですよね、ちょっと身長が高いから。とっても似合ってます、ありがとうございます、嬉しい。気を使えたら武空術したいです。武空術とは、武空術は欲しいね、飛べたら最高。武空術とは、武空術って何ですか、調べてみよう。初めて聞いた、古武術とか聞いたことありますけど、武空術、あ、ドラゴンボールあ、でも今武空術って調べたら、武空術やり方って出てきました。みんなやりたいんですね。武空術電気を使ってなんかこう、あ、カメハメハとか、そうか、武空術なんですね。いやでも私も思います、なんか本当なんか昔本当に空飛びたくて、こうひたすらほうきにまたがってました。スポンジボブってどんな舞台になるんだろうね。だからその私も最初に聞いた時に、え、色物舞台なのかなって思ったら、すごいちゃんと音楽陣とかめちゃめちゃ豪華でしっかり作られてて、すごいなブロードウェイって思いました。武空術あれば本当東京行くのもあっという間だろうしそうですね、ピュンって飛んできますもんね。ロングのワンピースなんですね。あ、そうなんです、そうなんです。なんかワンピースっていうか、でもこれセットアップになってるんですよね、実は。こうでもこう繋げてきているとワンピースに見れるっていう、このね、上はオフショル、下はスカートで別々になってるんです。なんか別々でも着れるし、こうワンピースみたいになっても着れるっていう便利。フィットサービスでくるっと一回転スカートとかやっちゃうかも、くるってやります、言われるとくるってやる。そうでもあんまりこのね横の広がりはないかもしれないですね、薄いから。あ、目がかゆくなってきた、かゆくない、乾いちゃってきちゃった。どうぞいらっしゃいませ。おっぱいは見せられないな、バンされちゃうからな。はい、というわけで千人 TV の注目ブログのコーナーでした。ピピピピピピピ、はい、というわけで続いてのコーナー、たかちゃん、そう新しくなったんだ、たかちゃん、真夜中のつまみ食いラボ。あ、ちょっと見えるかな、見える、はい、というわけで、このコーナーは、私がいろいろな食材を使っていろいろ食べたりいろいろ作ったりするコーナーです。
ですが、今日はちょっと違って、今日はですね、どっちかというと、今日作るんじゃなくて、食レポの方をしていきたいと思います。あ、でもキッチンには行きます。うん。キッチン好きなんで。あとね、ずっとここにいるとね、ちょっと寂しくなっちゃうんで、キッチンの方に行きます。でですね、今日は、宣言した通り、先週宣言した通り、辛いラーメンを食べます。で、なんかどうしよっかな、蒙古タンメンとかはなんか正直食べ尽くされてる感あるし、なんか面白いのないかなって思ったら、見つけました。じゃがじゃーん。ペヤング、酸っぱ辛マックス。いやいやいや、酸っぱ辛マックスって、相変わらずペヤング、すごいの出すなーって、頭おかしいの出すなーって褒め言葉です。と思って、買ってきました。これ4月に発売されたばかりみたいで、あんまりね、まだ見たことないし、なんかどうせ食べるならちょっと面白いやつがいいなーって思って。あ、辛いまでは見ますけど、酸っぱ辛ってあんまり見ないですよね。だからちょっとどういうお味になるのか、果たしてちゃんと食べれるのか、これをあっちのキッチンの方で食レポしていきたいと思います。喋れる黒猫と雇ってくれるパン屋さんがあればそれを食べるかもしれません。そうなんですよ、魔女宅に、そうなんです、みちさん、うちさん、ご名答、魔女宅に憧れてほうきに乗ってました。こう家のソファーからひたすらこうほうきに乗ってピョン、幼稚園生か小学校1、2年生ぐらいの時ですかね、ピョンピョンピョンってひたすらほうきにまたがってソファーからジャンプしてまた登ってジャンプしてっていうのを繰り返してて、あ、今ちょっと滞空時間長かった気がする、ちょっと飛べるようになってきてるってちょっと本当に思ってました。うんね、かわいいね、ちっちゃい私ね。そうなんです、タイトル変わりました。はい、というわけでキッチンの方に行きたいと思います。 Let's go。というわけでキッチンの方に参りました。はい、これをなんかで立たせよう。見えるかな？あ、ちょっとこれでもあれですね。これ今酸っぱ辛マックスで立てちゃったからダメだこれは。よし、立ちました。はい、というわけで改めましてこちらペヤングの酸っぱ辛マックス、食べていきたいと思います。すごい YouTuber みたい。じゃあまずですね、お湯を沸かしましょう。そこからの話は、はい、まあ自分が食べるんでそれでいいや。よいしょ。深夜のピアノが確実に太りそうというコメントがありましたが、まさに私もそう思います。深夜のピアノ確実に太ります。炭水化物量えげつないですもん。炭水化物量 63.6 ですよ。すっごい、いやーすっごいですね。エネルギー527、脂質 25.8、 えぐいです。なんでね、まあ、全部は食べないです。残りは明日の朝か、まあ、ちょっともし美味しかったら第3に食べてもらうかもしれない。でもね、ちょっとですね、こうちょっとこの、いや、どういう味がするのかちょっと心構えしとこうと思って調べたんですよ。あんまり美味しいという感想は正直見当たらなかったですね。うん、酸っぱいし辛いよみたいな、うん、酸っぱいし辛いねみたいな、酸っぱさと辛さをひたすら追求したんだよねペヤングはみたいなコメントをよく見かけました。まあだからね、果たしてそれは本当なのかと。じゃあ逆に酸っぱさと辛さしかないじゃら、なんとかして美味しくならないのかというのも見ていきたいと思います。一度で二度の衝撃って書いてあります。さあどうなるんでしょうか。私ちょっと辛いものはあんまり食べない人です。辛いのあんまり得意じゃないですよね。まずじゃあとりあえずお湯が沸くまでね、
蓋を A から B の線まで剥がし、ソース、火薬を取り出します。ソースと火薬、これ、はい、こんな感じです。麺はなんか普通です。火薬も普通なんで、多分こいつですね、こいつです。こいつがどうなるか次第です。火薬を麺の上に開け、熱湯を入れますけど、じゃあ火薬をね、入れていきましょう。火薬はなんか普通にこのね、お野菜とかエビちゃんが入ってます。匂いも普通です。麺も匂いは普通です。なんで全てはソースにかかっています。文字通り。お湯沸いたかな？まだ沸いてない。じゃあ通ります。皆さんパチパチありがとうございます。温かい温かい、ありがとうございます。吉村稲荷です。どうも。もうちょっとこれ前に出してもいいのかな。よいしょ。食べたことないけど食べてる人は見たことある。やばいやつや。やばいんですね。でもね、私もなんか感想レビューとか見て、だいたいやばいのしか書いてなかったです。いや、なんかそのでもペヤングのそういうところ嫌いじゃないなって思いました。こう振り切るところ、いいと思います。私は以前それのショートケーキ味とチョコレート味食べて地獄見ました。そうなんですよ、なんかペヤングそういうの出してますよね。前抹茶味とか出してましたね。よし、お湯が沸いたので入れます。なんかだからその美味しさみたいなのあんまり意識してないのかなって、あの企画性とか面白さとかそういうのを重視してるのかなと思いますよね、あのペヤングの開発の人たち。あたたたたた、熱い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 、ちょっとお湯入れすぎた気がする。ちょっとお湯入れすぎた。まあこんな感じですかね。よいしょっと、蓋をします。どうしよう、あ、こっちファール乗っけとこう。はい、というわけで、じゃあこれで3分セットしましょう。3分、なんで3分なんだろう。区切りがいいですね。ストップウォッチじゃない、タイマー。この後思うのが、この3分をセットして、3分セットしようって、私がしようって言ってる間に多分30秒ぐらい経ってるんだろうなって思います。ショートケーキあるんですよ。チョコレート、ショートケーキしてましたけど、チョコレートケーキもあるんですね。どんな味がするんでしょう。あ、チョコレートケーキあれですね。バレンタインの時期に出てるやつだ。聞くだけで地獄感ありますね。ありますね。今日朝食でなくて夜食ですね。そうですね。でも残ったら朝食。なんとかして。まあでもちょっと、なるべく食べ物は粗末にしたくないですけど、食べれるものだといいなぁ。ペヤング遊び好き。本当ですよ。もうとりあえず、しかもなんかその変わり種って長く売ってないじゃないですか。結局なんか期間限定みたいなのが変わってくから、もう短い間だし、なんか面白いの出しちゃえみたいな感じですよね。絶対これも2ヶ月後ぐらいにはいなくなってるんじゃないかなって。今日は新妻さんの隠れ食いを覗き見る感じですね。新妻、ペヤングを夜に貪るって言って。罰ゲーム感が否めないですね、これは。ね、どんな感じになるのか楽しみに。ねっつって罰ゲームなのに楽しんじゃってる。今日も第3も食べるんですかね。どうなんですかね。ちょっとさすがにこうちょっと自粛しようかなって思ったんですけど、こう皆さんがどうしてもって言うんだったら、第3が食べたいって言ったら、あのもちろん私は全然お出しますね。あ、食べたいかな第3。私、いや食べないかな。このスパカラマックスは食べないかなって思ったんですけど、もしあの食べたいのであれば、あの言っていただければ、もういくらでもいくらでもお渡しします。お水をちょっと入れておきましょう。スパイシー、辛い、辛さだけならチャレンジしてもいいですか。酸っぱさと混じると無理ですね。いや、なんかそうなんですよね。辛いだけなら想像つきますけど、結局酸っぱいってどないなんやって感じですよね。
や、どうなるかな。今のペヤンがお湯切りの時にシンクに麺落ちない構造か。あ、なんか湯切り口がありますから、多分それで上手にやったら落ちないのかな。よく見ますけど、なんかペヤングベレレレポーンつって、悲しいねみたいな。ヒーヒーだねって、泣きたくなるねって。今日10分ぐらいで終わりそう。うん、私がちゃんと食べれれば10分ぐらいで終わります。なっちゃんが食べたら地獄見そうです。焼きそばを湯捨てるからお湯ですよ、OK。ああ、そっか。ああ、そっか、そうですね。言われてみる。あ、タイマーが終了しました。3分経ちました。はい。というわけで、3を、湯切り口を矢印の方向にゆっくり剥がします。はい。あ、すごい。こう、多分絶対こぼれないタイプの構造なんですよ、これが。これちゃんとね、ちゃんとなってる。カップの星の部分を2箇所しっかり持ち、ゆっくり傾けながら湯切り口よりお湯を捨てます。もう絶対こぼさないようになってる。あ、いい匂い。現時点ではなんかこう普通のペヤングのいい匂いがします。お湯をちょっと茹でたね。お湯をちょっと茹でたじゃない、麺をちょっと茹でた。しっかりと湯切りします。はい、しっかり湯切り完了。蓋をすべて剥がし、ソースをよく混ぜ合わせてお召し上がりください。出た、ここが出ました。ここまではごく普通のペヤングでしたが、さあこの後です。食べ物ってソースでやっぱ味付けが一番大事ですよね。素材の味とかそういうんじゃなくてね、味付けは美味しければ何でも美味しい。きっと蓋を全て剥がします。蓋が剥がれません。蓋がうまく剥がれません。はい、剥がれた。蓋に火薬めっちゃついてます。もったいない、もったいない。火薬ちゃんと回収しましょう。はい、蓋もポイ。はい、というわけで地獄のソース購入。じゃあ、だけど問題のソースですよ。どんな色してんだろう。はい、豆乳。赤っ。あ、なんか結構遠目で流してるのに匂いがする。辛い匂いがする。なんか中華のめっちゃ辛いやつみたいな匂いします。なんだろうこれ。でも酸っぱいんですよね。やかいやかい。ああ倒れちゃった。なんかコチュジャンみたいな色の深さが赤っ。あ、でもちょっと酸っぱい匂いもします。確かにこんな感じです。色ドス赤いですよ。なんかびっくりした。でもちょっと刺激を感じます。あ、確かに酸っぱい匂いしますよこれ。びっくりした。今嗅いだだけで鼻になんか来ましたよ。混ぜていきます。あ、でもなんか混ぜると色は意外となんかこう普通のソースに見えなくもないのかな。これ酸っぱからマックス、どんぐらい酸っぱくてどんぐらい辛いんでしょうね。でもマックスって言ってるぐらいだからそこそこ辛いのかな。なんかでも色味はそんなねって感じが、なんかそのソース入れた時はなんかドス赤いなって思ったんですけど、でもよく考えたらまあ普通のお好みソースだってドス茶色いわけですし、そうでもないのかな。そうでもないのはそうでもないのは寂しいみたいな。いや、でもそうでも別に美味しいんだったらでもそれが一番いいですよね。食べ物だし。よいしょ、混ざったかな。ほい、おい。色はなんかこうしてみるとちょっと赤いぐらいですよね。なんかもっとなんかこう激辛ラーメンとかなんかソースの色がえぐいじゃないですか。そういうのに比べると普通な気がする。匂いがなんかこう なんだろうこれ。ちょっとアジアン系の辛い匂い。なんかこうなんだこれ。キムチとタイの料理が出会って屋台に出てきたみたいな。まあ、ちょっととりあえず食べてみます。何はともあれいただきます。辛い
然全然辛さ消えない。あ、辛い。あの、あ、辛い。あの、酸っぱい？わかんない。酸っぱいのかなこれ。なんか最初口に含んだ時はなんかほんのり酸っぱい感じが、なんかお酢っぽい酸っぱさを感じるなって思って食べ進めていって、あんま辛い、あれなんか意外と辛くないな、ピリ辛ぐらいだなって思ったら急に来ました。なんかダイレクトな痛みとなってやってきました。あの今口の上の部分がすごい痛いです。味よくわかんないです。辛い、痛い、びっくりした。しかもなんかこう急に来ました。あ、なんかツルツルツルドンみたいな、突然口の中爆破された感じがしました。汁じゃないからむせないのが良かったって感じですね。むせかけましたけど、なんかね、なんかこうちょっとぬるくなったキムチみたいな匂いがします。うん、あの豚キムチのキムチの匂いって言ったらいいのかな。じゃあもう一口。あ、もうでもちょっと口の中が辛くて味がよくわかんない気がする。酸っぱいのがわかんないですよね。でもよく、あのここなのね。そうなんです。すいません、食べながら喋ってすいません。あ、当たったところが痛い。こうですね。こう喉、口の中があるじゃないですか。こうね、こう麺が入ってきてるときは大丈夫なんですけど、こうごっくんする瞬間にここに当たるじゃないですか、麺が。なんかこう、ごっくんした瞬間に当たったときが痛いんですよ。なんかだから、何これみたいな。刺激物な気がする。しかも酸っぱさやっぱりよくわかんない。酸っぱいのかな、これ。あ、ヤオさん、こんばんは。こんばんは。うん。あ、船田さん、こんばんは。大丈夫ですか、体調。体調悪いけど気になってきました。あ、ありがとうございます。今ですね、あの、焼きそばのスパカラマックス食べます。そんな辛くないよ。辛いんですよ。辛いですよ。いや、私、辛いものあんま食べない。いや、まあ、すごい。口の中、唾液の分泌量がすごいです。しかもびっくりするな、まだ2口しか食べてないという事実。あのなんかね、あのね、急にあ、辛い。色はなんか見た目普通なんですけど、美味しいか美味しくないかって言ったらこれちょっとよくわかんないさ。味があるのかな、なんか味、なんかちょっとよくほらテレビとかでやってる月下料理ってこうちょっと出汁とか取ってなんかこうその上でめちゃ辛くしてるみたいな感じじゃないですか。なんか味の深みみたいなのまたもっと感じないっす。辛みたいな、あ、辛い、痛い、麺の上に辛さと酸っぱさが乗っかってるみたいな。熱いよ、辛いよ、もう一口。うん、なんかね、匂いがね、うん、まあでもやっぱさっき言ってたぬるくなったキムチっていう表現が一番合うのかな。もう一口いただきます。なんかやっぱ酸っぱさを感じないのが悔しいんですよね。うん、痛い、自分で。ああ、びっくりする。ああ、急に来る。これ口に含んだ瞬間のんみたいな感じがすごいですね。んなんかいけそうだなって思って食べると急にガコンできます。そしてやっぱ酸っぱさよくわかんないですね。感じるといえば感じる。ちなみに今なんか辛さにノーリアクションみたいになってると思うんですけど、もうなんかここら辺がもう全部痛くなってるんで、もはや新しい痛みをなんか痛みとして認識できてないから静かなだけで、あのずっと痛いです、ここの中は。ただもうあのこう
痛いに痛い重なってるからもうちょっとよくわかんないみたいな。ちょっとだんだんでも唇も痛くなってきました。口全体に広がってきて、あ、痛い、唇痛い。はあ、でもなんか、いやまだ行くんだって言ってくれますけど、あの すごい残ってるんですよ。全然残ってるんですよ、見てくださいこれ。食べたみたいな、食べたみたいな残り方ですよこれ。もうちょっと、もうちょっと頑張りたい感じはありますよね。これどうしたら美味しいのかな。でもなんかこれが辛い、痛いよ、辛いよ、お母さん、痛い、痛いよ、口が痛いよ、お母さん。なんかこれが美味しい、辛い人が食べても果たして美味しいのかって感じるのかっていうところに疑問はありますね。あー、なんかその辛うまみたいな感じなんですよ。いや痛い、辛い、痛い、辛いみたいな、ちょっとちょっと酸っぱい、酸っぱい匂いがするみたいな。あ、でも食べれる、わかんない。でもなんかこれが癖になる人はなるのかな。うん、なんかでも一回試してみる分には、あ、ちょっと待って、痛い、いいのかなとは思います。姉ちゃん今日の方で可愛いですね、ありがとうございます、嬉しい。そうなんですよ、今日ちょっと清楚系な感じで、清楚系で焼きそばペヤングスッパからマックスを食べるっていうね、ペヤングと格闘中です。タジベデスソースで決まり、いらない、デスソース家にあるんですよ。しかもお父さんがめちゃめちゃ辛いもの好きで、デスソースなんかかけてるんですよ、くスパゲッティとかに。信じらんない、もうほんと信じらんない、味分かってるって思います。ちょっとなんかあの、あ、今気づいた、あの高い声で喋った方が、あの今口の中が振動すると痛いんですね。低い声の方が振動するんですね。裏声だと多分振動しづらいから、裏声だと振動しづらいから、なんかこういう声で喋ってた方があまり痛くない気がする。あ、でもこれすごい唾液出る、ダメだ。あー、さりげなくよく見て大ちゃんに助け求めてた。いや、そんなことないですよ。一緒に食べてくれたらいいなみたいな。いやでもこれ辛いんですよ、辛いから。これ食べていただくと、あの下手するとあのちゃんとお仕事できなくなる可能性が出てくるので、それはダメですね。あ、ダメだ、あのすっごい舌ったらずになっちゃいます。あのここら辺が今辛いんですね。ここら辺動かすと痛くて、なるべく動かさないように喋ろうと思うと、すごいなんかこうめっちゃ口が動かない舌ったらずな人みたいな感じになっちゃう。ちょっと、あ、全然辛さが収まる気配がない。ちょっとでも、ちょっともう、もったいないからもう一口ぐらいは食べて。これちょっとそば飯に改造するっていうのはワンチャンなくはないのかもしれないです。今ちょっとこれ残すわけにいかないじゃないですか。でも正直この量を食べきれる気はしないんで、なんとかちょっと美味しく食べきれる方法はないかと思ったんですけど、お家に持って帰ってそば飯にして、でこう白米と混ぜて辛さをまず緩和して、その上になんかこう味の素とか鶏ガラとかいろいろ入れて、ちょっとこう中華風のそば飯になんとか持ってくっていう。ちょっとでもあのペヤングの土台の麺はねやっぱり美味しいですから、その点では美味しいです。うん、痛い、あ、びっくりした。なんかやっぱ急に来るんですよ、この痛さ。ああ、はい、終了、ごちそうさまでした。美味しかったですって言おうと思ったけど、美味しかったかな。ペヤングの結論、ペヤングって麺が美味しいですよね。
からはよく分かんなかったです。だから最初のソースの時に酸っぱさを感じたかな。匂いを嗅いだ時に辛さは辛いです。辛さは辛いけど、なんかこう暴力みたいな痛いって感じです。まあ私があんま辛いもの食べれないからなんかもしれないですけど、でもなんかこの辛さには深みを感じない、辛さを追求した感じです。辛さを追求した感じ、まあでも辛いの好きな人にはなんか多分物足りないと思うんですけど、辛い、発汗してそう。ハバレノの粉プレゼントいらないよ。40回おめでとうございます。ありがとうございます。深島さんの島唐辛子を、なんでみんな辛いものいっぱいあげようとするんですか。辛いものいっぱい来たらどうしよう。辛いものいっぱい来たらここでこう辛いこの声で喋ってるのが一番なんか今楽なんですよ。本当に本当にふざけてるわけじゃなくて、普通の声も出るんですけど、この声がなんかここで喋るからあのこっちに出すと痛いんですね。だこっちで喋ってる方がマシ。でもこの声ちゃんと聞き取れてるかわからないですね。やめよう。この声ちゃんと聞き取れてるかわからない。何言ってるかよくわからない人になってる可能性があります。あはそんな辛い私を救うかのようにこんなところにガトーショコラがある。こんなところにガトーショコラがあるよ。みんなこんなどうぞ食べていいよと言わんばかりにガトーショコラがあります。見てください。てれれてれー。あ、なんか横にこのガトーショコラのパンフレットも置いちゃった。ペペペペペペー。なになに。ガトーショコラの最高峰、独自に開発したクーベルチュールケンズを使用したグルテンフリーの特選ガトーショコラです。温度によって香る様々な食感と口どけをぜひご堪能ください。なになに。美味しい召し上がり方、温めてレンジで10秒から15秒ほど温めると温暖ショコラのようなジューシーでとろける感触が楽しめます。常温でテリーヌショコラのようなしっとり濃厚な食感が楽しめます。冷やして生チョコのような食感が楽しめます。3種類も楽しめる。ここはどこのガトーショコラかな。ケンズカフェ東京。あの有名なケンズカフェ東京。しかもちゃんとなんか英語の説明もここに載ってる。 Enjoy our chocolate cake in three different ways. 1. At room temperature. The classic way develop in the moist and rich texture. 2. Cooled. Let it sit in the fridge a while and watch the cake transform into chocolate ganache. Best served in this rice.In thin slice. 3. Heat up. Microwave gently for delightful lava cake effect. Thick slice highly recommended. はい。なるほどね。じゃあちょっと食べてみましょうか。多分ちょうど神様が多分辛いものを頑張った私にご褒美にどうぞってくれたタイプのあれな気がするんで。だってケンズのこれここの有名なんですよね。ここのガトーショコラ一回食べてみたかったんだわ。そうか、ペヤングの匂いが気づかないうちに広がってしまっていた。刺激臭ですもんねこれ。うわすごい、グルテンフリーなんですね。というわけで口の痛みもだいぶ収まってきたのでいただきます。うん、柔らかい、おいしい、おいしい、チョコレートが濃厚。うん、
めちゃめちゃ柔らかいです。もう口に入れた次の瞬間には溶けてる。見た目しっかりしてるのにすごい。ガトーショコラってもうちょっと普通スポンジを感じるものな気がするんですけど、もう全然感じない。この中のガナッシュ、口に入れるこうスポンジっぽい部分とガナッシュの部分、あのチョコレートの部分があるんですけども、口に入れた瞬間にそのスポンジっぽいところとガナッシュの部分が溶け合って、ほろとろとろほろって感じで口の中に溶けていきます。甘さもちょうどいいです。苦すぎず甘すぎず、ちょっと口の中にこのチョコレートの風味がほわわっと残る感じ。あ、これだよ、味が深いってこういうことだよ。ペヤング味が深いもん、残りますもん。ここに味が、ペヤングは辛さしか残らなかった、痛さしかくれなかった。おいしい、おいしいよ。2つあるけどちょっとやっぱ2つ食べるのはさすがにあれなんで、ケンズカフェ東京、おいしい。これなんかすごい全然買えないらしいですよ。買えないらしいですよ。食べたことなかった。いやー、頑張るといいことがあるもんだなね。謎のフランク感出してきたなっていう自分が。そうです、6月16日が誕生日、1996年6月16日生まれなんですよ。6が多いっていう、だからなんかもう6が好きな数字なんですよねっていう話を前にもした気がするんですけど、さあこのペヤングを片付けましょう。どうしよっかな、これ明日お家に持って帰ってなんとかこうそば飯的な存在にできないか頑張ってみましょう。これね、だってどっちみちこれもうあのあれですもんね、よいしょっと、ヌードルとしてはね明日の朝になっちゃったらもうね冷めちゃってて美味しくないですから、お家に持って帰って、前チキンラーメンでねそば飯作ったんですよ、この番組の中で。そういう感じでそば飯に消化できないか頑張ってみたいと思います。あーガトーショコラ美味しかった。ちょっとチャット見ます。このコーナーしてると全然チャット見れない。でも機械島さんの何かは欲しいな。完食無理ですよ、もう全然残ってますよ。チャレンジ精神すごいです、ありがとうございます。八尾さんぜひ食べてください。本当に辛い、痛い。あ、でも辛いもの好きな方にはどうなんだろう、わかんない。辛いものにね耐性がないとあれなんですよ。よいしょ。あ、ほや、うなさんおやすみなさい。みなみちゃんがグアムに行くみたいです。不安対象悪いのにありがとうございました。ゆっくり休んでください。グアムでゆっくり休みましょう。私、グアムは小さい頃、あの家族旅行でね、何回か行ったことがあるんですけど、いや、いいですよ。日本語通じるし、こう観光地がキュッとね、一つに集まってるんで、あのね、行きやすいし、私好きだったのが、まあ、日本でも行けますけど、あのハードロックカフェ、がグアムにあって、そこがね好きでした。あ、すごい、なんか今お腹の中が混乱してる、すごい今お腹が混乱してるのが伝わってきます。ペヤングの辛いのと酸っぱいのを入れた後になんかこうガトーショコラを入れたから、今お腹が、え、ちょっと待って、今これ私どういう風に処理したらいいのみたいな、そういう叫びが伝わってくる。ごめん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 ねごめんね。しかもほうとう食べたもんね。ほうとうの後にペヤング来たらびっくりするよね。食いはすごくあるみなみちゃんです。すごい食い、なんでしょうね、この食い意地キャラ、おかしいな、おかしいな。ご飯のコーナーやってるからなのかな。じゃあ食い意地、ご飯を食べ物が大切にするタイプ。
なみちゃんの HP を5000回復した。テリリリテリリリテリ、口が麻痺した。HP が1になった。いや、食らいすぎじゃないですか、ダメージ。死にそう、瀕死瀕死。MP さんのおやつで楽しみに取ってあったショコラ。食べちゃった。食べちゃった。ヤングガトーショコラを食べてダイエットしてるし、南お嬢様です。そうです、ダイエット中です。7月に舞台あるんでダイエット中です。来週は舞台の撮影もあるし、ふう、南クエスト。南ちゃんは MP さんのおやつを盗んだ。いやいや、それも絶対やばいっすよ。この後怒られるイベントが待ってる。痛さしかくれなかった。本当ですよ、痛さしかくれなかった。痛さとカロリーをくれました。彼は痛さとカロリーをくれた。口が甘さで満たされてるうちにピアンドをもう一口。いや、もういいっす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 。あの、結構頑張った、結構頑張ったよ、私。うん、本当だったらかなり受けるけどね。いや、多分大丈夫っすよ。南お嬢様、本当にお嬢様説。そうですよ、お嬢様ですよ、私。ほら、今日の服とかも、なんかすごい、お嬢様。ね。てる？そうです。私、7月5日から7月8日に、今こちらにポスターの画像を出していただいてますが、舞台、ドリームレスキュー、言うことなす、エピソード0なのですに出演いたします。会場は新宿村ライブで、まあ、すごい可愛い女の子もいっぱい出るし、あと何気に私多分初めて男の人が出る舞台に出ます。そう、男の方もね、僕は4人ぐらい、まあ女の子が中心の舞台なんですけど、男の方も4人ぐらい出てらして、そうそう、男の方と共演したことが実は学校以外ではないので、ちょっと緊張しております。うん、で私は、まあ、ちょっとこう、近未来のね、日本が舞台で、こうちょっと SF チックな世界観なんですけれども、私はですね、この世界の中で、まあ、暴走族のリーダーのヤシャという役を演じます。この前衣装合わせしてきたんですけど、まあまあ、あの、こうどういう感じかというと、こう黒いズボンにこうちょっとなんかこう派手な柄のこうタンクトップにレザージャケットみたいな、ちょっとかっこいい感じでね。私身長も高いでスカートも好きなんですけど、結構ねズボンとか履くと評判が良かったりするので、ね、そういうビジュアルも来週撮影があって、まあそれも早く皆さんにお見せしたいなと思うんですけどね、よかったら、結構いい役をいただきましたので、なんか歌ったり踊ったりもするみたいなので、ぜひ頑張るので、よかったら、まあ、まだちょっとね1ヶ月先なんで、まだちょっとお仕事とかね、お用事わかんないなみたいなとこあるかもしれないですけど、もしよかったらちょっとスケジュール帳に書き込んでいただけたりするととっても嬉しいです。よろしくお願いします。海外行き過ぎです、南お嬢様。そんなことないよ。いや、でもなんかその家族旅行がね、年に1回行くんですよ。でも多分それも今年で最後なんですよね。今年、毎年年末年始にね、家族で旅行に行くんですけど、まあでも今年は私ちょっと年末年始厳しいから、あんまり遠くは行かないかなって思うんですけど、お姉ちゃんが今年就活で、来年から、会社員、新社会人になるので、まあ、そうだから今年が最後かなみたいな、家族旅行はねっていうところはあります。ちょっと寂しいね。ねえ、ハッキーよ、ハッキー、本当に羨ましい。負けないように頑張んないと。あ、今言っても全然説得力がないですね。はい、待ってください。そうこうしてるうちに2時半。あっち戻りましょう。はい、というわけで真夜中の実験室のコーナーでした。ピアノエスパスパカラマックス、うーん、ま、試してみたい方は試してみてください。はい、それでは戻ります。あー、太陽太陽、口の中が太陽。さっきトジュンさんがグアムの中にカート状があるっておっしゃってましたね。
へえ。そうなの、それ観光向けなんですかね、それは。気になる。カート行きたいな。よいしょ。というわけで、ネジタクに行ってまいります。ね、何やかんや30分いっちゃいました。あれ不思議だな。ちょっと、食レポが盛り上がっちゃいましたね。なんかわいい南アジア様、すごく素敵です。いや、ありがとうございます。カートしてると痩せるのかな？でも痩せそうな感じ。というわけで、ちょっと自宅に行ってまいります。ちょっとね、すっぴんになってパジャマに着替えて、ちょうちょうと行ってきますので、もし待ってて、その後は戻ってきた後は、ね、寝ます。寝ます。ので、もしね、もう眠いよ、もうちょっと眠いな、明日早いなっていう方は無理せず、寝ちゃって、この間寝ちゃって大丈夫です。で、もうちょっと見てようかなとか、もうちょっと寝相まで見届けたいなっていう方は、もうちょっとね、ぜひ待ってていただけたら嬉しいです。で、はい、そうです。今何言おうとしたんだっけ？他のことです。ああ、そうそう、この20分の間にね、皆さんのこう、シャワー浴びたり、歯磨いたり、パジャマに着替えたり、お風呂に入ったり、ね、いろんなことをしててください。あとはもしかしたらレフ君がやってくるかな？どうかな？さっき猫ちゃんの鳴き声がね、すごいニャンニャン聞こえましたけど、どうなのかな？というわけで、まあ、とりあえず、行ってきます。はい、というわけで、少々。じゃあ、その間ね、こうね、私の相棒、足丸くんが、こういう感じで、ちょっとこう、あ、難しいですね。あ、難しいね、足丸くん。やっぱここがいいね。では、ちょっと行ってきまーす。いっ。
Thank you.
めっちゃ遅くなりましてごめんなさい。5分も遅くなってしまった。はあ、よいしょ。すごい猫ちゃんの遠吠えが聞こえましたね。にゃーん。ただいまー。よいしょ。すいません、ちょっと遅くなっちゃった。ああ、びっくりした、びっくりした。ああ。よし。レフくん。私がいない間にレフくんが。いらっしゃったんですね。よし、ドライヤー。あー、気持ちいい。夏はシャワーが気持ちいいですね。してました。明日なんとかしないと。あ、レフ君お帰り。え、また来ちゃうの？若干乾ききてないけど、まあいいや。ちょっと、まあまあまあ、夏だし。まあ今日はそんなにじめじめしてないから、まあ若干勝手に乾くでしょ。よいしょ。よいしょ。おかえりなさい。そしてこんばんは。ただいま。あちん、ちょっと手が痛くて。そうなの？もう、あちん。いつもなんかどっか痛めてるよ。心配。ちなみに、お風呂屋さんです。お皆さん素晴らしい。みんなシェアハウスできる
できるぜ。素晴らしいぜ。よいしょ。肩こりが。あれ、レフ君？レフ君大きくなったな。ねえ、レフ君大きくなったね。あんなにちっちゃかったのにね。辛さは収まりましたか？あ、収まりました。あの、シャワー浴びてるとき痛いわーって思ったんですけど、だん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 収まって、今はもう消えました。シャワー浴びてるときはまだちょっと痛かった。シャワーを浴びて、塾から帰ってきてからお風呂へ。いやーいいなー。でも夏はね、ほんと浴びたくなりますよね、シャワー。よし。朝シャワーとか気持ちいいですもん。でも朝シャワーって本当はなんかあんまり健康には良くないらしいですね。健康には良くないけど、なんか皮脂を流しすぎちゃうみたいな。一日に何回も浴びると、そんなに分泌、皮脂が分泌されてないのに、お湯で流しちゃうから、なんかあの、こう、あんまり必要な皮脂まで落としちゃうみたいな、ちょっとあるらしいです。今日布団いらないかな。掛け布団今日いらない気がしますね。なんか敷布団だけでいけそう。ね、足元だけまあ、置いといて。寝る準備。リフ君入ってないよね。大丈夫。うん。この前レフ君が開けた襖を開けた隙にシコンって入ってたんで、今日も入ってないかちょっと心配なんですけど、いや入ってないです、大丈夫です。どっか行ったかな。猫ちゃんって本当細いし身軽だからシュルリンって。ネムちゃんが気になるんですね。あ、そうなのかな。でもレフ君いないよ。あれ消えた。現れたと思ったら消えた。よし、じゃあそろそろ寝ると見せかけちょっと歯磨いてきます。歯磨き損ねました。
ただいま戻りました。よいしょ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 。富士沖ならすでに仕事してるんで配信見れないですね。ああ、そっか、そうですよね、8時から私はちょっと歯磨きマシン10人配信集中です。ありがとうございます。すいません、お待たせしました。というわけで、そろそろ寝たいと思います。皆さん、夜遅くまで今日もお付き合いいただきまして、ありがとうございます。楽しい夜をお届けできているでしょうか。はい、オンデマンド見てくださっている皆さんもありがとうございます。この後はですね、寝ます。ここで寝ます。面白い下にもありますが、面白い寝相してたら、スクショして、ハッシュタグ、吉村みなみ、寝相でツイッターに投稿していただけたら、とても嬉しいです。明日は9時起床の予定です。そう、ちょっと、いつも8時起床が多いんですけど、今日はちょっとね、寝たいんで、9時起床で。まあちょっと万が一、まあそれより早く目が覚めちゃったら、起きるかもしれないですけど、まあ基本的には9時起床で。はい、お願いします。宇宙さん、ゆきさん、ゆきさんおやすみなさい。見てくださってたんですね。ありがとうございます。嬉しい。おやすみなさい。みさん、ただいま。あ、ゆきさんもね、この名簿にお名前を加えさせていただこうと。忘れないうちに。今ちょっとコンタクト取ったから。見えない。あ、ゆきさん帰ってた。よし、それじゃあ皆さん、また明日の朝にお会いしましょう。よいしょ。じゃあ皆さんも寝る準備はよろしいですか？いいとも。それは違うか。よいしょ。今日はレフ君はいないかな。一人でお休みかな、私。よいしょ。よいしょ。よいしょ。じゃあ皆さん、おやすみなさーい。